今から浄化に意識を向けた誘導瞑想を始めます。ゆったりと座るか、または横になってリラックスできる姿勢を見つけましょう。準備ができた方は優しく目を閉じて、まずはご自分のペースで深呼吸をしてください。次の吐く息で自然な呼吸に戻します。ここからイメージの世界へと入っていきます。あなたの内側に宿る心の目を使って、聞こえてくる言葉のイメージを思い浮かべてください。あなたは今、深い森の中にある聖なる泉に来ています。コバルトブルーの湧き水が豊かな水量を守り、美しく輝いています。泉の水に触れてみましょう。心地よい水温。気持ちが良さそうです。泉の中に入ってみましょう。大地から湧き出る水の泡があなたの体を包み込みます。一度頭のてっぺんまで潜ってみましょう。柔らかい水が不思議な安心感を与えてくれます。水面に仰向けになって、ぷかぷかと浮いてみましょう。頭頂をしっかりと水につけて、全身が脱力しています。清い水に体を預けて、あなたの意識、無意識にあるネガティブな感情や思考が浄化されます。頭の中を空っぽにして、あるがままの状態で、聖なる泉に委ねましょう。
森に住む生き物たちの鳴き声が聞こえます。太陽の暖かい日差しがあなたを優しく照らしています。では体に意識を向けて、指先、足先を動かして、準備ができたら目を開けてください。これで誘導瞑想は終わります。この後お水をたっぷりと飲んで、ゆったりと過ごしてください。ありがとうございました。